ポール・セオドア・ヘリアーは、長く多様なキャリアを持つカナダのエンジニア、政治家、著述家、評論家である。カナダ数密院の現役のメンバーの中で、フィリップ王杯に先んじて在籍歴が最も長い。ヘリアーは、オンタリオ州、ウォーターォード近くの農場で生まれ育った。高校卒業後、カリフォルニア州グレンデールのカーティス・ライト技術、研究所で航空宇宙工学を学び、 1941年に卒業した。彼は在学中に自家用機パイロット免許も取得した。卒業後、ヘリアーはカナダの第二次世界大戦への戦争遂行努力の一環としてカナダ空軍のために訓練機を製造していたオンタリオ州フォートエリーのフリートエアクラフトに雇用された。彼自身カナダ空軍のパイロットになろうとしたが、これ以上パイロットは 必要ないと言われ、その後王立カナダ法兵隊に入隊し、戦時中は奉仕を務めた。ヘリヤーは1949年にトロント大学で文学士号を取得した。ヘリヤーは1949年の連邦選挙のダベンポート選挙区においてカナダ自由党で初当選した。庶民委員に当選したものの中では、当時としては史上最年少であった。 国防大臣の政務補佐官を短期間務めた際に彼は良い印象を残した。その後彼はルイ・サンローラン首相内閣で国防副大臣に指名された。しかしこの内閣は短命で2ヶ月後の連邦選挙でサンローランが敗北するとヘリアーは議員席を失った。1958年ヘリアーは隣の選挙区である。 トリニティ選挙区での補欠選挙で議会に戻り、ジョン・ディーフェンベイカーの進歩保守党政権に対する強力な批判者となった。1963年の連邦選挙で自由党が政権に復帰すると、ヘリアーはレスター・ B ・ピアソン内閣の国防大臣となった。これはヘリアーの政治キャリアの中で最も重要な機関であった。彼は国防大臣としてカナダ海軍、 カナダ陸軍、カナダ空軍のカナダ統合軍という一つの組織への劇的活物議を醸す統合を監督した。1968年、ヘリアーは自由党党首選挙に出馬し、1回目の投票で2位となったが、2回目、3回目の投票で3位に下がり、4回目の投票でロバート・ウィンターズを支持するために出馬を取りやめた。選挙ではピエール・トルドーが勝利した。 ヘリアーはトルドー内閣の運輸大臣を務め、現在の副首相にあたる役職である上級省であった。1969年、ヘリアーは住宅と都市の再開発に関する主要な報告書を公表し、新しい政府のプログラムよりもむしろ段階的な改革を提唱した。彼はカナダの住宅ローン制度の柔軟性を高めるよう呼びかけ企業年金基金が 住宅プログラムにさらに多くの投資をするよう奨励した。彼のアプローチは万人には受け入れられなかった。一部の州政府及び市政府はあからさまに会議的であり、住宅に関心を持つ左翼系のパ保守党のヒュワードグラフティはより過激なアプローチを求めた。ヘリアーの報告書は古い住宅の大規模な破壊の中止と既存の住宅の解体における 選択性の向上も求めていた。大都市の再開発プロジェクトは彼のタスクフォースの結果として集結した。1969年、ヘリアーは住宅計画の実施をめぐるトルドーとの論争により内閣を辞任した。1971年の初め、ヘリアーは無所属で議会に参加した。1971年に彼が新しい政党である。 アクションカナダを結成しようとしたが失敗した後、進歩保守党党首のロバート・スタンフィールドは彼に進歩保守党の党員集会に参加するよう招待した。彼は与党批判で再び有名になり、1972年の連邦選挙で進歩保守党として再選されたが、1974年の連邦選挙で議席を失った。この敗北にもかかわらず、 ヘリヤーは1976年に新ポ保守党の党首選挙に出馬した。彼の見解は、ほとんどの代表者にとってあまりにも右翼的であり、レッドトーリー党を真の保守党ではないとして攻撃する演説で、多くのトーリー党員との関係を悪化させた。彼は2回目の投票で8人の候補者のうちの6位に終わり、ジョー・クラークが党首の座を獲得した。 ヘリヤーは1982年に再び自由党に参加したが政治においてはほとんど沈黙を通した。1988年セントポールズ選挙区のトロントにおける自由党の指名選挙に出馬し14年前に彼がトーリー党議員であった時に隣のトリニティ選挙区でヘリヤーを任したエーディン・ニコルソンに敗れた。カナダ国民党の崩壊後投票者に 経済ナショナリズムの選択肢を提供するために、ヘリヤーは1997年にカナダ行動党を結成した。ヘリヤーは、進歩保守党と自由党は両党ともグローバリゼーションを受け入れ、そして新民主党はもはや信頼できる代替手段を提供することができないと考えていた。また行動党も民間資金の創出を徐々に減らし、公共5%、 民間95%だった流動比率を公共50%民間50%に戻して公的資金の創出を増やすことで政府は経済の舵取りにより積極的になるべきだというヘリヤーの通貨改革の提案を受け入れた彼の党はほとんど知られていないミニ政党であり続けヘリヤーは1997年と2000年の選挙で庶民院での議席を失った 2000年の選挙と新民主党の復活の後、ヘリアーは新民主党党首に働きかけ、二つの党を一大政党に統合する可能性について論じた。このプロセスは2003年の行動党の党大会で全会一致の同義が成立したことで、さらに前進した。2004年の初め、統合の期日が何度か延長された後、新民主党はその党名を変更する。 要要求するヘリヤーの統合提案を拒否した。ヘリヤーは行動党の党首を辞任したが、党員ではあり続けた。2004年カナダ総選挙で彼が新民主党に立候補するかもしれないという噂は根拠がないことが判明した。1967年6月3日、ヘリヤーはヘリコプターで飛び、 アルバータ州セントポールに未確認飛行物体の離着陸場を公式に開設した。町はこの離着陸場をカナダ100年祭のプロジェクトの一環として、また人類の戦争から宇宙を守るシンボルとして建設した。離着陸場の横にある看板には次のように記されている。この地域は人類が他の宇宙を国家間の戦争や衝突から守り続けるという。 私たちの信念のシンボルとして、セントポールの街によって、世界初の UFO 利着陸場として、国際的に指定された。将来の宇宙旅行は、すべての銀河系の生命にとって安全であり、地球、または、その他の星からこの地域とセントポールの街へのすべての、来訪者は歓迎される。2005年9月初め、ヘリアーは、UFO の存在を信じていると公に発表し、 ニュースの大きな話題となった。2005年9月25日、彼はトロントで開催された地球外政治学の会議に招待され、ある夜に妻と数人の友人と一緒に UFO を目撃したことを語った。彼は当時はその体験を疑っていたが、先入観は持たないでいたと述べた。2005年2月に ABC の UFO 特集を見た後、 この問題をより深刻に考えるようになったと述べた。2007年、オッタワシチズン氏はヘリアーが世界政府に対して気候変動の問題を解決するために使用できる宇宙人の技術を開示することを要求していることを報道した。この世代のうちに化石燃料の燃焼を廃絶できるような私たちの星を救うことができるようなそのような技術があるのかどうか知りたい。 私たちは政府を説得して、彼らが何を知っているかについて、本当のことを言うように促す必要がある。私たちの中には、彼らが非常に多くのことを知っていて、それはすぐに利用すれば、私たちの星を十分救うことができるかもしれないと考えている者も,もいる。2014年の RT によるインタビューでは、少なくとも4種類の宇宙人が何千年もの間、地球を訪れており、 金星、火星、土星の衛星に住む者もいるが、彼らの多くは別の生計から来ていると語った。ヘリアーによれば、彼らは私たちが地球の良き管理人だとは思っていない。トロント三史の初期のの投資者であった。また彼は、1974年から1984年の間、この新聞の新ケ系とコラムニストでもあった。ヘリアーはトロントに住んでいた。 彼には3人の子供と5人の孫がいる。2021年8月8日、転倒による合併症によりトロントの病院で死去。2日前に98歳の誕生日を迎えたばかりであった。ヘリアーはグローバリゼーションの影響、またアメリカによる併合の危険性からカナダを守るために、行動と新民主等、様々な左翼系活動家の合流を奨励したワンビッグパーティー。 ツーキープカナダインディペンデントのような、カナダとグローバリゼーションに関する書籍を表している。ありがとうございます。